ますよ。最初はグー、じゃんけんグー、あいこでパー。最初はグー、じゃんけんチョキ。うわ、あとちょっと抜けていいっすよ。そうだよね。コース、あとちょっと変わって。もう俺強い。せーの。タンクトップおじさん。最初はグー、じゃんけんパー。よっしゃ。頭が出す。グー弱すぎだね。最初はグー、じゃんけんチョキ。はい、こうでパー。よっしゃ。そしたら。やっぱこの二人せーの、パンプするよね、結構。脱いでも見えるかも。息がぴったりだからじゃないですか。はい、息がぴったりだからやりやすいんじゃないですか。そうですね、ちょっと投げてくれ。消えすな。きれいだ。
試合が。おせ。はい。もう、まあ、とりあえずそれ飲め。あげたよ。まあ、とりあえず置いて。やっとく。ボーリング好評なのはどうですか？そうです、まだ本気じゃないんで。本気じゃないっていうかあれですね、カーブを見せたいですね、なんかこれぞボーリングっていうのを見せたいです。よしよしよし、スイートスポットになる。そうです、なんかポットにこうバーン入ってこう弾けるポケットっていうところに入る、ポケットに、はい、入れるボーリングをしたかったんですけど、うん、まあでもレーンのストレートもできるということが分かったんで、また一歩強くなれたんじゃないかなと思います。まずリードを1回削ったら次向こう球に行く。前は俺さっきやったんだ。俺もやった。それはまあ少しだけ。ここは通信。そうそうそう、事務所の方に。だから調整してもらわないと、あんまりべちゃべちゃだと今度打ちづらいんだよ。あ、そうそう。
人飲もうぜ。はい、力士はあれ、力士6人だろ。パン6ができたから。じゃあね。じゃあね。全部、全種類一緒。はい、喧嘩せんよ。はい。いただきます。山ヘビキさんと、あと、こちらです。金近さん。すごい仲いい。いやでもいい感じですね、本当に綺麗になりましたね。綺麗になったっすね。これで今日はもう終わりですか。まあ土俵はそうですね、この作業で一旦終わりです。仕切り線はいつ書くんですか。仕切り線はあの勉強開始台書道でもあの乾いていいんじゃないかなと思います。誰書くんですか。後世ですね。ペンキ塗りの名人って言われた男なんで。何の名人。熊本のペンキ塗りで有名です。熊本では知らない人いないですからね。知ってる人いないですからね。カレーって言えば福神漬けみたいになってるやん。めっちゃ面白いよ。いやそれさ、こぼれるから絶対こっちにしちゃう。ただ終わるのにこっちにしちゃう。何が一番カレーに合うの。チョコプチショー。マックラッキョー。うーすーすー。チョコプチショー。ライスオンザライス。何言ってるか分かんないです。カレー英語教えたじゃないですか。僕最近カレーハマってるな。まあ、一応カレー食べた。何スープこれ。そう。なんか懐かしい味する。
フォークで食ってるのは俺だっけやな。まあだから生まれたけど。フォークで食ってるんですけど意味があって。カレーも食えますし。ルナメロン入ってないじゃないですか。フライも使えるっていう一石二鳥で。しかも洗い物も減るんですよね。やっぱみんなのことを考えた結果こうなりました。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。